なんですけれども、ガーナ出身のビニー・マーティン選手と大阪出身の大東明選手の対戦、日本ジュニアミドル級タイトルマッチとなります。はい、これはですね、はい、大東選手が今年6月にビニー・マーティン選手にベルトを奪われて、うん、今日はその屈辱戦というような試合なんですけども、はい、あれも僅差の判定だったんですよね。そうですね。だから大東選手としては絶対俺が勝ってたっていう気持ちはすごい強いんじゃないでしょうかね。うん、そうですよね。はい、まあ、大東選手の王座返り咲きなるか、注目の第2戦早速ご覧いただきましょう。どうぞ。日本初の5大タイトルマッチ、その第2試合は日本ジュニアミドル級タイトルマッチです。現チャンピオンビニー・マーチンと前チャンピオン大東明の一戦です。赤コーナーからビニー・マーチン、そして青コーナーから大東明。解説はボクシング評論家の城小泉さんです。城さん、はい、やはりジュニアミドル級ぐらいになってきますと、この迫力というんですか、このリングサイドにいましてもかなり伝わってきますね。そうですね。はい、まあ、特に大東選手の方はですね、これパンチがあって連打が出ますからね。はい、この一戦はどんなところが見どころになりそうですか。まあ、大東選手にとってはですね、はい、この試合雪辱戦ですよね。まあ、自分が持っていたタイトル取られましたし、そうなんです。まあ、接戦でしたしね。はい、だから、まあ、地元でのこの再戦でですね、ぜひタイトル取り返したいところですね。一方マーティン選手としてはですね、これ、まあ、はい、ガーナ出身の日本在住の、まあ、カデビジム所属の選手なんですけど、はい、なかなか柔軟性があってテクニシャンですね。だから大東選手の攻撃をですね、なんとかその防いでですね、自分のペースで持ち込んでタイトルを防衛したいところですね。はい、そして大東はその間に7月17日この大阪府立体育会館第2競技場でフラッシュウルルスとの10回戦、これはノックアウト8ラウンド、ノックアウトで勝っています。聞きました。ビニー・マーチンの足が止まりました。ボディ右から左、大東重量級左のダブルから右アッパーから左のフックガードしていますが、防戦一方になっています。ビニー・マーチン、そのガードの上から打つように大東。第2ラウンド早くもラッシュのシーンを見せています。とにかく生活もかかっている、僕は絶対に負けるわけにはいかない、大東は語っていました。スタミナは十分です。ローブローちょっと注意されました。オフィシャルはレフリーが原田武雄さん、ジャッジが上中一郎さん、同じくジャッジ藤田輝夫さんのオフィシャルです。今右フックが効きましたからね。はい、完全にマーチンの足止まりましたからね。一瞬そうですね。はい、手数を出していきます。スタミナは十分あります。大東、このマーティンっていうのはですね、はい、ノックアウト負けないんですよね。4敗してますけどね。あ、そうですね、全て判定ですね。そうですね、はい、だから竹原慎二選手、元世界ミドル級チャンピオン、はい、彼に2度負けて、現在東洋チャンピオンの寺地久志選手、これも2度負けてるんですけど、はい、共に判定なんですね。89年に1敗、92年に1敗、93年に1敗、94年に1敗、いずれも竹原に2つ、寺地に2つ、判定で敗れています。ノックアウト負けというのはビニー・マーチンありません。さあ、そのビニー・マーチンの足が止まっています。大東が積極的に攻めています。日本ジュニアミドル級タイトルマッチの10回戦、まだ第2ラウンドです。第2ラウンドが終了しました。大東選手のラウンドです。大東取りました。一度取ったタイトル、ベルトを離してしまいました。このビニー・マーチンに取られてしまいました。是が非でも取り返したいという大東明、背中側黒いトランクス、そして銀色のスパンコールです。時々単発ですけれど、はい、マーチンが怖いパンチ打ってくるんですね。はい、だから大東としてはやはりそのガードを固めてですね、あのビッグパンチ食わないようにしないといけないですね。右と左ボディを打ち分けます。ボディから入っていきます。大東、右のアッパーを返すのがチャンピオンビニー・マーチン。マーチンとしてはですね、はい、大東が入ってくるところですね、やはりカウンター取りたいんですね。はい、
こう無造作に入れるっていうのはですね、やはり相手のペースになりますからね。先ほどのラウンドもそうですが、この試合が始まってからビニーマーチンがこうジャブをいいリズムで出すというところがありません。先ほどのジョーさんの話では、そのジャブをなかなか出させてもらえない、それだけいい打ち方、いいリズムで大東がボクシングをここまで展開しているというお話がありました。このラウンドちょっとジャブ出し始めましたね、はい、やはりセコンドに勝って入れられたんでしょうね、ただ大東としてはですね、その体振ったりして中へ入ってで自分の距離で戦いたいですね。反発的にパンチを出すビニーマーチンに対して大東ら連打でいきます。おっと足が出した、出した、出した、コーナーに詰めた、出ました、出ました、最後のコンビネーション、いいパンチだったですね。もう完全に効いてしまいましたね。素晴らしいラッシュを見せました大東明。大東選手素晴らしかったですね最後。はい、1回ね負けた選手に、こう次に勝つというのはやっぱ難しいんですよね。精神的にもすごくプレッシャーってあったと思うんですけども、でも、見てたらすごく積極的に大東選手ね、次ラウンドから行ってたし、そうですね、それから僕ね、ビニーマーチンはね、はい、10月にですね、東京で試合してるんですよね。あ、山本選手ね、で4回、負傷判定でビニーマーチン選手が切ったんですけど、それで引き分けになったんですけど、その試合でもちょっと内容悪かったんですね。で今日どうなるかなと思って見てたんですけども、やっぱり大東選手の方がクリーンヒット多かったし、積極的でしたよね、うん、そうですよね、はい、また地元でタイトルを奪い返すというのも嬉しいですよ ね、 そうですよね。ファンの皆さんすごく喜んでくれたんじゃないでしょうかね、はい、素晴らしい試合を見せてくれました、はい、まあ、そして続いては